プロジェクト K。 こんにちは、キラーです。今回はですね、 A1 選手に期待するガチ勝負です。僕分かりました。結局ですね、ちまちま買ってちまちま塵を積もったところでしょうがないんですよ。もう届かないんですよ。それじゃあ夢には常に限界のところで崖っぷち、片手指3本引っ掛けてギリギリの勝負をしてこそ YouTuber なんだと、行くしかないんです。もう誰も真似することができない、そんな勝負をする義務があるんです、 YouTuber には。出目買いの魔術師と呼ばれた男キルは、この3月の卒業シーズン破綻して卒業してしまうかもしれない、ここで終わってしまうかもしれない。だがしかし、それを恐れて夢見れますかって話です。目覚めましたよ、私は。このでっかいでっかい壁を乗り越えたその先に見える景色が見てみたい。この先の景色を見てみたいんだ。だからそのために戦うんだ。守りに入ってる場合じゃない。攻めて攻めて攻めまくる。攻めこそが最大の防御なのだから、どうぞこれかかった。玉川2日目でございます。よろしくお願いいたします。結局は A1 選手に期待していきたい。6号艇に唯一の A1 選手、2着固定にしておけばどっちか当たりますから、次も同じです。次も6号艇唯一の A1 選手、2着固定、どっちか来ますから、いや両方来ますから。6号艇から1着を取るのは難しいじゃないですか。だからこのように内側の気配を観察しつつきっちり2着を取りに行く、それが6号。来た、おい、来るよ、一発目から来るよ。もう全部的中しちゃいますよ、今日は全レース的中しますよ。はい、待って、これマジで来た、マジで来ました。はい、これはですね、一着さえに来なければ的中。毎週には届かない、だがしかしいいんです。三六はどっちかっていうと人気なので、待って、あ、わ、わ、一発目惜しかったですけども、まあ事故ってやったらしょうがないですよね。もうそこからはもうだって抜けないですもんね。何かが起こりますよ、これね。どうする？あ、6号艇グインテイク。これね、うちが56の可能性ビッグです。めちゃくちゃ高い56。これありますよ、5号艇1着高いところベラボーにございます。これマジで味、2号艇がスタートへこむんじゃないかと予想しております。2号艇がスタートへこんだ場合は5号艇が来ます。へこまないけども4号艇が行ってくれる。4号艇が行ってくれたら内が開くので、2号艇と3号艇の隙間が開かない。1号艇てやー来た、
事故艇レスキュー艇近辺の旋回へと各選手が移っていきます。慎重に回って先頭は5番の武田和也です。これは確定でしょう。これは的中が確定しました。先ほどとは逆に77.9倍、517.9倍でございます。でかいです。全然プラスには届きません。本日のですね、第10レース以降はボックスですので、いつもはイン2点とかでやっておりますけど、本日はボックスでございます。高いところ来てしまうのではないでしょうか。もう天って感じになってしまうのではないでしょうか。よし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 、的中いただきました。ありがとうございます。こっからですよ。問題はこっからです。はい、第8レースです。こちらですね、こちらも2号艇スタートへこんでいただけますでしょうか。3号艇、これね、2着1号艇5号艇絞ってしまってるので、ちょっと4号艇が怖い。あ、3号艇、3号艇いた。やばい。負けに切ったら、5号艇しかいない。弱ったら5号。ああ来た、また来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 た、はい、敵地敵地確定。内側から怖いよ。誰か内側から迫ってきてる。待って、1号艇、5号艇があんまり争いすぎと。あんまり激しく争いすぎないって。6号艇怖いよ。やめて、ね、それだけ。わあ、冷静に冷静に冷静に行けばいけるよ。まあまあ高いんじゃないのこれ。3号高いんじゃないの。やばいやばいやばい。2号艇が2着ならマッシュ、2号艇が2着ならマッシュ。誰が来てる。2号艇3着ならマッシュですよ。4号艇来ちゃうと下がっちゃう。2号艇以外で下がっちゃいます。やばい、わぁわぁ、激アツ展開、激アツ展開。最一は人気だったので、やべぇ。しかも、よ、どう、最初どうだったらもったい、たい。来た、最初ね、最初マジで3号艇まくってったんで、1号艇残んない、あと5号艇しかないってなった時に、なんか知りないけど、1号艇が残りかけましたよね。4号艇を1号艇が抑えてくれた。4号艇怖かったんですけど、マジで。なんで4号艇2着外したんだろうっていう感じだったんですけど、それゆえに怖かったんですけど、危なかった。1号艇が抑えてくれましたね、最初、第3マークで。そこで第5、ペイって感じです。これ来たんじゃないの、結構で、あ、来た高い高い、やった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 。次回もガチ勝負いきます。連打いきます。連打祭りいっちゃいましょうか。そろそろ本気出してもよろしいでしょうか。ちょっとこっからですよ。第10列以降、こっからが、第10列以降の、今までは1号艇狙っていましたけども、もはや時代は、第10列以降の時代は1号艇じゃないんです。高め狙い。2号艇が逸れていただければ。314とかね。バッカチ届いてますかこれ。どれぐらいいった ?1 サイド高いですよ。
定してます。プラスは確定。当然ですが、プラスは確定。よし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 。よし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 。よしよしよし。いいぞいいぞ。次回もガチ勝負しますよ。よしよしよし。いや、あと一本取りたい。次であと一本取りたい。玉が二日目。いや、出ないかな。いや、イン逃げに落ち着かないで。まだわからない。内野界 17.4 倍ですからね、一歳よ。4番最高峰か。やっぱダメなんですよ、このようにして。攻めなければ。攻めなきゃダメなんだ、やっぱ。攻めて、勝ちゃいいんですから。それだけのことですから、3号艇いくよ。3号艇が飲み込んでいただければ2号艇を。そしたら、はい、来た、待って。クリア！クリア！やばい！予算じゃない！予算じゃない！あっ！余力は高いですよ。こういうの絶対来る可能性はありますからね。来る可能性としてはあるわけですから、600倍台とか。マジか。いや、玉川ならいける。玉川なら第12列いける。高め狙える。341431でお願いします。イン逃げは決まらない。待って、3号艇、3号艇残って、3号艇頑張れ。残り身を5号艇を耐えて、を耐えた、を耐えた、を耐えた。待って、頑張れ頑張れ。まあ、ねえ、待って、これさっきと一緒じゃないの？ねえ、なんかさっきと似てない？さっきと似ておりませんか？6号艇やめて。マジかよ。4号。わほら、なんかさっきと同じ。たけし、これも。たけし。たけし。はーい。とにかく、よかったです。ありがとうございます。次回、さらに攻めていきますよ。もう雪だるま式です。もうどん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 でかくしていきます。よろしくお願いします。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。